2018年。大きいじゃん、この建物。これ牧場かな。公園、家畜や飼育動物に与えられる固形飼料、食塩をはじめとするミネラルを糖蜜などに混ぜて成形したものが多い。商標名はミネラルブロック。こっちはカゴがいっぱい。こっちにもあったんだ。あれ？なんだあれ？ん？カバちゃん？なんでしょうこれ。
え、何これ、全然わからん。何でしょう。すごい広いな、ここ。天井もね、全然まだしっかりしてますね。あそこにあるね。カルシウムや牛乳からって書いてる。やっぱり牧場だね、ここ。なんだ、テレビとか食器が残ってるね。あ、肉を解体した写真がありますね。今見てきた牧場がそこなんだけど、こっちにもね、まだ道があるんだよね。なんだろうね、この建物。防災用自家発電装置って書いてますね。1台でまだ動いてるんだよね。使われてるみたい、この辺で。こっちのはね、止まっちゃってますね。あんまり人が住んでないから1台だけしか動いてないのかな。これはラジオの防災ラジオシステムって書いてる。あ、それが動いてるんだ。こちらは広報水並です。生活安全課からお知らせします。本日岐阜県に高温注意情報が発表されました。
この先って何あるんですか。柏山って山があります。ん、柏山って山が、あ、山がある。山まで行ったら何かある。いや、何もないです。何もない景色が良かったりとか。あ、そんなに景色良くないですけどね。あ、本当。そんなに展望なくない。ちょっとこっちに手を開けるぐらいでね。あ、今行ってきたんですか。そう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 。行ってみようかな。なんか この道ないかなと。今入ってきたんですけど。車で来れるんですか、ここまで。あ、まあ、なんとか軽トラで入ってくる。すごい。来るんだ、車で。どっから歩いてきたんですか。いや、ここの大草。大草だったな。大草か。ここからずっと歩いてきて、ぐるっと回って、え、そんなに歩いてきたの。そうそうそう。すごいですね。で、次にこの、なんだっけ、両山だったかな。はい、はい、じゃあね、僕もこれから山の方に登ってみたいと思います。まさかね、また人に会うとは思わなかったな。あの方はね、反対側から登ってきたみたいですね。かなりの距離を歩いてね、ここまで来たらしいですけど、まさかね、突き当たりまで行った人に会うなんてびっくりしました。いや、しかしよく会うな俺。なんか言っても特に何もないよって言ってたけど、結構こういうとこ歩くの気持ちがいいんだね。あ、でもね、こう見て、怖いよ、真っ暗。うわ、すごい。歩く道だけね、日が差しててとっても気持ちがいいですね。歩いてると木漏れ日っていうのかな。気持ちがいいね。ちょうどね、あの今春で涼しい風がこうそろそろしててね、日があったかいでしょ。歩いてるとすごい気持ちがいいです。登り坂になると速攻へばるっていうね。中年って怖いわ。よし、ここもそうかな。ほんと何にもね。何これ。あら、かわいいこと。ここがそうなんだね、やっぱり。やっぱりね、あの方が言ってた通り、特に何にもないよね。ほら、今入り口に戻ってきたんですけど、頂上降りてね、戻ってきたんだけども、
ここにね、檻があるんだよね。これってさ、なんか動物入れる檻だよね。あれ、あそこに矢印がある。テープに沿って行けばいいのかな。わかるかな。結構急な斜面ね、降りてきてます。木漏れるって綺麗だね。水持ってくればよかった。結構悪くな。なんかある。なんでしょう。はい、見て、ここ山の中でね、ほら見て、すごいよ。あ、着いたみたい。やってみましょう。あ、結構遠かったな。これはちょっと来る時期が早かったかな。あ、しっかりした道ですね。黒の伝統湿地は屏風山、岐阜県瑞浪市。標高794Mの南東側の山腹に位置します。自然環境遺産の湿地が1000カ所以上もあると言われ、屏風山の山上にある東濃地方最大級の湿原で、東濃にいることを忘れるほどの景観、軌道が整備されており、湿原内を散策しながら様々な湿生植物を観察できる。鳥の声が絶え間なく響き、まさに自然を満喫できる。約 2.5 ヘクタールの広さで様々な湿生植物が生きている。絶滅危惧種の植物も含め、貴重な自然ばかりが存在する場所なのです。すごい、まだ朝晩寒いと思うんですよ。3週間もしたらね、きっといろんな花が顔を出すんじゃないでしょうか。
2018年から4年前。うん。みんないろいろ書いてるな。俺も書いていこうかな。あ、中津川から来ました。71歳と68歳、まだまだ元気だよ、だって。私たちと同じか。ああ、これを見たんだねそうか。うん、そうか、俺もまた来よう。やっぱりもうちょっと暖かくなってからだね。あ、ユーチューバーがいる。今度はね、妻と一緒にもうちょっとあと2月くらいしてからかな、してみたいと思います。皆さんもね、どうですか、ここ穴場ですね。今から帰るのね。登山だな、これ。汗がやばい。車の通りに戻ってきました。あっつ、いい運動になった。